はい、こんにちは。偏差値65への算数。今日は約数についてね、難しいかなっていうようなものをやってみましょう。今日はね、約数の個数というのをね、やってみます。この中学受験さくららチャンネルは、私、滝谷直樹が35年間の塾業界の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、そして再生リストに飛んでいってみてください。もうちょっと難しい問題ができるようになりたいなって思っている時にね、聞き流していくだけで徐々に解き方がひらめくようになってくるような不思議な動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。次の約数は何個ありますか？これだけです。さあ、216、540。まあ、ここちょっと後でね、付け足しますけれども。さあ、これ当然ね、全部書き出すっていうことも、これ、まあ、できるわけなんですけれども。まずね、個数を書き出さないでやる方法っていうのをちょっとやってみますから、ね。ちょっと、やり方だけね、ちょっと知ってください。まず216、素因数分解をします。ね。素数で割っていきます。さあ、2で割ります。108。2で割ります。54。さらに2で割れる。27。ね。3。9。3。3。さあ、これ216というのは素因数分解すると、2×2×2×3×3×3 なんです。ね。さあ、そしたら全部素数で分解したらですね、次にね、2は3個あるでしょ。ね、2が3個あって、3×3×3、3も3回かけてありますよ。3個ありますよね。2が3個、3が3個です。そしたらそれに1を足します。3足す1は4。3足す1は4です。そしたら四四16になって、これ答えね、16個になるんです。もう一回言いますよ。216、2で割って108、2で割って54、2で割って27、3で割って9、3で割って3。2×2×2×3×3×3 です。2が3個あります。3が3個あります。したら足す1して4個、4にして、4×4、16。ちょっとやってみますね。実際210部出してみますよ。ね。こんな風にやっていくとね、確実にね、漏れがなくなります。1の約数。ね、216÷1、216。2。216÷2、108。3。216÷3、72。4。216÷4、54。6。216÷6、36。ね。で、今度は、8。ね。216÷8、27。ね。そして、9。216÷9、24。ね。そして、その次が216÷12。216÷12は18。そして、あとはないかな。ね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。実際そうなるんですよ。さあ、このやり方知っとくと、非常に早く正確にできます。さあ、でもね、まあ忘れやすいですけどね、これね。さあ、540の場合、ね。さあ、じゃあ一体いくつあるのか。まあ、やり方慣れてください。540。2で割る。270。2で割る。135。3で割る45。3で割る15。さらに3で割って5。223335です。540というのは 2×2×3×3×3×5 なんです。ね。ただ、2は2個ありますよね。
3は3個かけてますね。5は1個だけです。そしたらその次に足す1します。さあ2に足す1すると3です。3に足す1すると4です。1に足す1すると2です。 3×4×2 をします。3×4×12×24 個あるんです。答えは24個です、ね、ちょっとね簡単なやつでね本当にそうなってるのかっていうのをねちょっとやってみます。例えば12やってみましょうね。12なんかまず最初全部これ全部出せますよね。12の約数1 12 2 6 3 4ね、これ6個あるわけですこれね。で12をね素因数分解してみます。2 6 2 3さあ、あちょっとここに書いちゃいけなかったね。 2×2×3 です。さあ2は2個あるよね。2は2個、3は1個です。足す1します。足す1すると3、足す1すると2、3、2がやっぱり6になるでしょ、ね、もう一個念のためにやってみましょう。18の場合、ね、1 18 2 9 3 6、ないね。これも6個です。さあじゃあ、このやり方でも6個になるかどうか。2で割って3で割って3です。さあ 2×3×3 ですね。さあ2は1個です。3は2個です。だから1たす1をして2、2たす1をして3、2、3がやっぱり6個になるわけです。ちょっとこのやり方知っとくだけでね、約数の個数確実に、漏れがなくなってきますからね、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。